魚の群れに石を投げてみた。逃げる魚たちには何の罪があるの。でも今の私にはこうせずにはいられない。私の大事なあの人は今は戦いの中、戦場への招待券という、ただ一枚の紙切れが楽しい日々を別れの日にした。殺されるかもしれない私の大事なあの人、私たち二人には何の罪があるの。耐えきれない毎日はとても長く感じて、涙も枯れたある日、突然帰ってきた人、本当にあなたなの。さあ早くお部屋の中へ、あなたの白百合を窓辺に飾っていたわ。あなたの優しいこの手はとても冷たく感じたけど、あなたは無理して微笑んで私を抱いてくれた。でもすぐに時は流れて、あの人は別れを告げる。いいのよ優しいあなた、私にはもう分かっているの。ありがとう私のあの人、本当はもう死んでいるのでしょう。昨日ツイッターの死を告げた手紙が。投げてみた。逃げる魚たちには何の罪があるの。でも今の私にはこうせずにはいられない。私の大事なあの人は今は戦いの中、戦場への招待券という、ただ一枚の紙切れが楽しい日々を別れの日にした。殺されるかもしれない私の大事なあの人、私たち二人には何の罪があるの。耐えきれない毎日はとても長く感じて、涙も枯れたある日、突然帰ってきた人、本当に
屋の中へ、あなたの白百合を窓辺に飾っていたわ。あなたの優しいこの手はとても冷たく感じたけど、あなたは無理して微笑んで私を抱いてくれた。でもすぐに時は流れて、あの人は別れを告げる。いいのよ優しいあなた、私にはもう分かっているの。ありがとう私のあの人、本当はもう死んでいるのでしょう。昨日ツイッターの死を告げた手紙が、投げてみた。逃げる魚たちには何の罪があるの。でも今の私にはこうせずにはいられない。私の大事なあの人は今は戦いの中、戦場への招待券というただ一枚の紙切れが楽しい日々を別れの日にした。殺されるかもしれない私の大事なあの人、私たち二人には何の罪があるの。耐えきれない毎日はとても長く感じて、涙も枯れたある日、突然帰ってきた人、本当にあなたなの。さあ早くお部屋の中へ、あなたの白百合を窓辺に飾っていたわ。あなたの優しいこの手はとても冷たく感じたけど、あなたは無理して微笑んで私を抱いてくれた。でもすぐに時は流れて、あの人は別れを告げる。いいのよ優しいあなた、私にはもう分かっているの。ありがとう私のあの人、本当はもう死んでいるのでしょう。昨日あなたの死を告げた手紙が。